皆さんどうもこんにちは、篠野木さんです。ということで今回は阪急に乗って大阪梅田に行こうと思います。ということで今回もよろしくお願いします。さあ、これが阪急の運賃表。阪神と同様に特急先の路線も乗っています。今津から大阪梅田は270でとても安く感じます。さあ、西宮久口行きの普通列車、これに乗っていきます。Thank you for taking the Hankyu Railway. We are now arriving at Nishinomiya Kitaguchi, station number HK8. Please transfer here for Kobe, Osaka, and Takarazuka.人がいたんであまり取れてませんでしたが、西宮北口駅で高校生に乗り換えていきます。特急列車でこれから大阪梅田に向かいたいと思います。さあ、西宮北口、阪急西宮ガーデンズ前、ここから次乗る列車は9時15分発特急大阪梅田駅。まもなく3号線に電車が到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。次は重層に停まります。ご乗車の際足元にご注意ください。
次は大阪梅田、大阪梅田終点です。阪神線、大阪メトロ、JR 線はお乗り換えください。 The next stop is 大阪梅田 Terminal Station number HK1。ということで大阪梅田駅に到着。というか、これホームのところに天井の蛍光灯が反射してます。いや、これはきれい。で、そろそろね、この大阪梅田駅にすごいことが起こるので、手を取ります。そのすごいことって何かというと、まあ、今起こっているんで見てもらえばいいと思いますが、ちょうど今、手前から神戸線の車両が発車。でね、これ何が起こるかというと、まあ、これ今のところ普通じゃないですか。でもね、これこの電車が行った後がすごいんですよ。ちょっと見ててください。でそろそろ行くと思います。そうすると神戸線の車両が行った後、今度は宝塚線の車両が奥に行っています。これでも2つ同時に発車と思いきや、またその奥に京都線の車両が出発していきます。そう、これが大阪梅田駅のすごいところ、3線同時発車です。これは10分に1回起こるんですけど、これは本当にすごい。改めて大阪梅田駅に到着。ここで少し電車を取っていこうと思います。せっかくなんで僕が知ってる範囲でこの駅について説明しようと思います。この大阪梅田駅は阪急電鉄という会社の駅で、この駅は京都線、宝塚線、神戸線の3線が乗り入れています。なのでさっきのような3線同時発車も見れます。さらにこの阪急大阪梅田駅は10年9線という大きな東端式という形のホームを持っていて、まあ後で行くんですけど、南海難波という駅9年8線を抜いて日本で一番大きな東端式ホームを持つ駅となっています。なので今いるようにホームの端にいると反対端まで見渡すことができます。わ、これはすごい綺麗。さあこれからは端のホームの端で撮っていきます。
電車を何個もか撮ってるんですけども、何個っていう勢いじゃないです。これも何本も行き交っていてもカメラを止める隙がありません。それではまた3本同時発車なのでまた撮っていきます。これが今回使ったキック、まずから270円、鉄道国関西ならではのすごい安さで乗れます。改めて見ますけど、これ本当に大きな駅ですよね。笑っちゃうわこれ。おお、すごい。発車案内の表示器もすごいでかいですね。これということで、今回は今津駅から阪急大阪梅田に行きました。本当阪急電鉄がすごかったです。ということで、ご視聴ありがとうございました。